以上で報道関係者退場しました。医療の分野における協力に関する書簡を交換していただきます。次に大内外務大臣、次に責任との協調融資による第二次責任、ロシアのキリエンコ首相がたった今この総理に出会いました。ロシアに対する IMF の追加融資の件について日本政府としてこれを支持する、その姿勢を改めてお伝えすると同時に、キリエンコ首相率いるロシア政府が議会の承認を得て経済安定化プログラムを着実に実施していかれることを、しかも早期に実施していかれることを私たちは期待しているということもお伝えをしました。Потому что сказал мой коллега, я могу добавить только одно. Безусловно, в России с большим сожалением восприняли известие о премьер-министре Японии господин Хосимото, план Ельцина-Хосимото.